こんにちは。今日はですね、自作したスピードメーターを紹介したいと思います。これはですね、アルデュイーノナノのクローンの使ったですね、GPS でスピードを測る装置なんですけども、真ん中の青いのがアルデュイーノナノのクローン、3個ですね、200円ぐらいのやつです。それから赤いこれがですね、GPS ユニット、ネオ 6M っていうやつですね。で、下が安い 16×2 行の、 LCD ディスプレイ。今、この、なんていうんですかね、USB メモリーでこうちょっと駆動してますけども、これで、今裏面はですね、こんな風になってるわけです。この正方形の基板は、イーグルで設計して、基板屋さんに注文して10枚で500円、500、600円ですかね、送料がちょっと別ですけど、でこれで、ネットに落ちてるプログラムをちょこちょこといじって、スピードを表示するようにしました。でこれ今ですね 1.0 ノット、これ船で使うことを想定しているのでノット表示になってます。でこのペコペコ点滅してると、この衛星を測位していますよってことで、歩き始めるとですね、こんなようにスピードが出てくるというわけです。2.7 ノットとか 2.1 ノットですね。ちょっと一周してみましょう。あ、いい感じに出てますね。ちなみに暗いところで撮るとこんな感じでちょっとよく見えると思うんですけど、実際屋外で使うんでね、ちょっとはっきり見えるように、なんかケースの工夫が必要かもしれません。